期限があるものもあるので注意が必要です。ということで今回は、知らないと損する、申請するだけでもらえる4つの給付金ということでご紹介させていただきたいと思います。早いものでは2021年の年末には、期限が切れる、そういった制度もありますのでしっかりとチェックしておいてほしいなというふうに思います。ということで、1つ目ですね、セルフメディケーション税制というものです。結構ね、名前は聞くけれども内容はよく知らない、そういった方が多いんじゃないかなというふうに思います。このセルフメディケーション税制、こちらに関してはですね、1年間に自己負担した対象医薬品の購入費が一定額を経過した場合、超えた部分に支払っていた金額が課税所得から差し引かれる制度となっています。このセルフメディケーション税制に関しては、令和3年の12月末までの期間限定の制度となっていますので、要するに来年末ですね、来年末には期間が終わるということで、今のうちに活用しておいた方がお得な制度というふうになります。ただね、これ評判が良かったら続くんじゃないかなというような気もするんですけれどもね、とにもかくにも、期間が決まっているので、使わないと損な制度となっています。このセルフメディケーション税制はですね、医療費控除が10万円と高額なのに対してですね、セルフメディケーション税制においては、OTC 医薬品と呼ばれるものを、年間1万2000円以上購入した場合に所得控除の対象となります。OTC 医薬品というのが何かというとですね、薬局とかでですね、処方箋をなしでも購入できる、そういった一般医薬品のことを OTC 医薬品というふうに呼ぶんですけれども、要するに薬局とかで買える薬品のことですね。こういったものを1万2000円以上購入した場合に、所得が控除されますよというものですね。ただし上限が8万8000円までというふうになっているので、この点は注意が必要ですね。とはいえね、ここまで買う人そんないないだろうっていう感じはするんですけれども、ちょっとした薬とかでも、病院ね、受診して出してもらう、そういった人が結構ね多い中で、こういったね、薬局とかで買える、そういった薬を使ってくださいねという方向にね持っていくための制度というふうになっています。そうすることによってね、医療費の負担とかがね減るというようなメリットがありますので、国としても、制度でメリットがある、そして使っている人もこういった控除が受けられるということでメリットがある、そういうような制度となっています。とはいえね、年間1万2000円そんなに使うかなというふうに思う方も多いとは思うんですが、実はね、この制度、本人だけではなく、生計を同一にしている家族分も含まれるということで、一緒に住んでいて、生計が一緒になっている、そういった方に関しては、こういったね、医薬品の控除が受けられますので、しっかりとね、家族で、こういった、領収書とかね、レシートとかを取っておくっていうことが大事になるかなというふうに思います。実際ね、どれぐらいお得になるのかっていうところなんですけれども、例えばね、年間3万円ぐらい、こういったね、OTC 医薬品と呼ばれるものを購入した場合、ここを超えた1万8000円分が、所得控除の対象になるということで、所得税の税率が 20% というふうに計算した場合、所得税と住民税合わせて、1万8000円 ×30% 分の税額の控除ということになりますので、大体5400円ぐらいが、返ってきますよという感じですね。3万円購入して5400円返ってくるっていう感じなんで、これはね、セルフメディケーション税制の対象になっている方で、しっかり、こういったね、医薬品をよく買われる方に関しては、しっかりとね、申告しておいた方がいいかなというふうに思います。ということで、2つ目ですね。次はね、介護休業給付というものになります。これから本当日本っていうのはね、本当介護大国になっていくんじゃないかなというふうに思いますし、先進国はやはりどうしてもね、少子高齢化進んでいくのが、基本的な流れとなっていますので、そういった意味でこの介護休業給付、このような、給付がもらえるっていう制度のことをね、知っておくのは大事なことかなというふうに思います。この介護休業給付なんですが、雇用保険に加入している人が家族の介護を理由に休職する場合、給与の一部が支給されるという制度となっています。ちなみにどれぐらいの金額が支給されるのかというとですね、賃金日額×休業した日数分×67% ということになります。だいたい要するに3分の2ぐらいが支給されるという感じですね。でこの上限日数に関しては、最長3ヶ月を3回まで使えるということで、実際ですね、日給8000円の仕事をしている方の場合、大体時給1000円で8時間働いているって感じですかね。そういったアルバイトの方の場合、月額ね、約16万円を3ヶ月まで受け取ることができるということで、非常にね、ありがたい制度かなというふうに思います。ただですね、この16万円の計算式を見てみるとですね、日給8000円の、仕事を30日働いたという感じで24万円になるんですが、それの3分の2ということで16万円という計算にはなっているんですけれども、これねどうなんですかね、実際に、30日フルでは働かないじゃないですか。そう考えると20日、働く、
月間20日働くというふうな感じで考えると、まあ、大体日給8000円の20日をかけると、まあ、16万円、その3分の2ということになると、まあ、大体10万円ちょっとっていう感じになるんですけれども、まあ、こっちじゃなくて、まあ、休業した日数分を、まあ、それ30日で計算するんですかね、まあ、ここら辺ちょっとね詳しいことはわからないんですけれども、まあ、どちらにしてもねかなりねこういったね介護で休業している間に、まあ、給与の一部が支給されるということで、まあ、ありがたい制度だなというふうに思います。まあ、本当これからね介護社会になっていく、まあ、日本においてですね、まあ、本当知らないことがね致命的になる可能性のある制度だなというふうに思いました。まあ、介護が必要になるということで、まあ、それを理由にね仕事を辞めてしまうっていう方も結構いらっしゃるというふうに聞いたりするんですけれども、まあ、その一方でこの介護休業給付っていうのを使うことによって、まあ、3ヶ月間ねとりあえず、まあ、休ませていただいた上でですね、まあ、そこから先どうしていくべきかというところをね考える、まあ、そういったね機会を与えてくれる、まあ、ありがたい制度だなというふうに思います。まあ、もちろんねその3ヶ月で何かが解決するとかっていうことはなかなか難しいかもしれないんですけれども、とはいえね、まあ、そういった給与の一部が支給されながら、まあ、3ヶ月ね、まあ休職することができるっていうのは本当ね介護が必要な家庭においては非常にありがたいね、そういった仕組みにはなるかなというふうに思います。続いてですね、住まい給付金となります。これね意外と、まあ、住宅ローン減税、まあ、住宅ローン控除の方は、結構まあ皆さん知っていたりすると思うんですけれども、それと同時にねこの住まい給付金、まあ、名前は聞くけれども意外と知らない、そういった方が多いんじゃないかなというふうに思います。この住まい給付金の目的としてはですね、まあ、消費増税の影響を緩和するために作られた税制となっています。でこちらもですね期限がありまして、こちらも2021年の12月末までということで、まあ、ちょっとね期限が迫っているんで、まあ、住宅を購入しようと考えている方は、まあ、ぜひね活用してほしい制度となります。最大で50万円まで支給されるということで、まあ、50万円といったらねかなり大きいですよね。そしてですね、まあ、ここら辺知らない方も多いんじゃないかなというふうに思うんですが、実はですねこれ住宅ローン減税と、まあ、同時に受けることが可能となっています。そしてですねこの住まい給付金、まあ、新築だけじゃなく、まあ、中古物件でも申請が可能となっています。ただしですね、まあ、条件がいくつかありまして、収入額の目安が775万円以下であること、そして床面積が50平米以上であること、耐震性がまあしっかりとしていること、そしてまあ第三者機関の検査が必要など、まあ、こういった条件があります。なので、ね、まあ、これから住宅を購入しようかなというふうに考えている方は、まあ、このね住まい給付金、受け取れる物件なのかどうかというところをですね、まあ購入する前に確認しておいた方がいいかなというふうに思います。まあ、最大50万円もらえるというのは結構大きいですからね、条件は結構まあいろいろとあるんですけれども、しっかりと確認した方がお得かなというふうに思います。そして、4つ目ですね、教育訓練給付金というものになります。この教育訓練給付金というのは、まあね、資格などを取ってスキルアップを図りたい、まあ、そういった方々に給付金を与えるというような制度となっています。まあ、雇用保険の加入歴が3年以上あれば誰でも申請することが可能となっていまして、まあ、ただしですねファイナンシャルプランナーであったり、まあ、簿記であったり英会話パソコンなどなど、まあ、パソコン系の資格など、まあ、対象となる資格がねあらかじめ決められているというところがありますので、まあ、しっかりとねご自身がね、まあ、受けたい欲しい資格がねそこに対象になっているのかというところを確認することが大事かなというふうに思います。ちなみに、まあ、どれぐらい返ってくるかというとですね、受講費用の 20% が戻ってくるということで、まあ、上限が10万円までということになっていますので、まあ、受講費用が50万円のものであれば、まあ上限の10万円が返ってくるという感じですかね。まあ、ただねこれ英会話とかねパソコン系とか、まあ、そういったものも入ってたりするんで、まあ、英会話をね学ぼうと思っている方っていうのは、まあ、この教育訓練給付金が受けられるかもしれないので、まあ、こういったところを調べておいた方がお得なんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういったことを知らずにね、自分で英会話を学びに行くっていうよりは、まあ、こういった給付金をもらいながら、まあ英会話を学ぶっていう方が当然ながらね、お得に受けられるということになってきますので、こういった方はね、そういったことを考えている方は活用してみるといいんじゃないかなというふうに思います。そしてこの教育訓練給付金と、まあ、似たような感じの給付金がもう一つあります。まあ、それがですね、専門実践教育訓練というものとなります。こちらの方はですね、まあ、教育訓練給付金よりもさらに専門性の高い資格を取得する場合に利用ができるものとなっていまして、まあ、具体的には看護師であったり、助産師であったり、保育士であったり建築士、こういったものに対して、まあ、そういった資格を取得する場合に利用ができるという感じですね。そしてですねこちらはですねちょっと、かなりね返ってくる費用が大きくなるんですけれども、まあ、受講費用の 50% が戻ってくるということで、まあ、年間上限40万円ということなので、まあ、年間80万円までの受講費用であれば半分が返ってくるというね、まあ、非常に素晴らしい制度となっています。
まあ、こういった制度があるっていうことをね、知らない方とかに教えてあげてもですね、まあ、結構喜ばれるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、もしねこういったことを考えている方がいてですね、まあ、そういった方が、この制度を知らないような感じがあるなと思ったら、教えてあげると喜ばれるんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回は、期限切れ注意、知らないと損する、申請するだけでもらえる4つの給付金ということでお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあね、ものによっては本当期限があってですね、来年末ぐらいで、制度自体が終わってしまうというものもありますので、しっかりとですね、使える方は、活用できる方は活用していただいてですね、しっかりともらえる給付金というのを受け取っていただきたいなというふうに思います。ということで、今回の動画が役に立ったと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。また Facebook などの SNS へのシェアもよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入ってくれたあなたは、ぜひチャンネル登録をお願いします。右の画像にあるチャンネル登録ボタンを押せばチャンネル登録ができます。またチャンネル登録後、右下の画像にあるベルボタンを押せば、当チャンネルの新着動画の通知も届きます。ぜひ登録してみてくださいね。